アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。ちょっと実は昨日動画アムロ風実況の動画を1本撮ったんですが、モビルスーツガンダムを飲酒運転してみたっていう動画を撮ったんですが、ちょっとボツかなって感じですね。はい、見たいよっていう声が多かったらね、アップしようと、編集してアップしようと思います。はい、まあ僕の編集はただね、AVIUTL という編集ソフトを開いて、それに貼り付けてエンコードを押すだけの簡単な作業ですので、はいまああれちょっとボツかなって考えてます。1時間ぐらいのスペシャル版となっております。ガンオン1試合が 1時間ぐらいの、はいはい。てなわけで今回用意した機体はこちらです。このこいつですね。ジムキャノン第4小隊仕様です。まあこれはなんかもうみんな強いって噂されている機体ですね。赤いモビルスーツシャーカ、赤いモビルスーツですね。これなんかまあどうやらなんで強いかっていうと、はい、ちょっと町内放送がありました。なんでこれが強いかと言いますと、まあ以前からも言っている内蔵武器を、持っているということ、そしてバズーカからの榴弾が、撃てる、この1万の、これは直線的に飛ぶバズーカ、そして1万の弧を描いて飛ぶバズーカ、これを、持ち替え時間一切なしで打ち込めるというのがこいつの、強きところです。はい、でなおかつ短式マシンガンも持っていますので、削りきれなかった場合は短式マシンガンで仕留めるという形ですね。まあこれはもう間違いなく、もう まだ一回もちょっと使ってないんですけど、強いですね、これ絶対強いですわ。でちょっと今回は赤い機体で揃えてみました。赤い機体4機編成で参戦しようと思います。赤いモビルスーツ連邦なんですけど、赤いモビルスーツで出撃します。はい、本日のフィールドは城郭都市です。城郭都市の右側ですね。あとそれと降格しました。はい、左官戦場でまあ参戦して、ストレートで遺憾に戻ってまいりました。シーズン1の遺憾シリーズのシーズン1は終了したと言って、シーズン2の左官シリーズに入ったばかりなんですが、シーズン、特別番組じゃないな、シーズン2シーズン1リミテッド OVA バージョンで左官に戻るまでは敵重要目標を確認しました。攻撃をお付き合いください。まあけどすぐ戻っちゃうと思うわ、さすがにね。もうこいつも作っ、もうあの何、連邦の強機体って呼ばれるこのテイコスの強機体2機と現状最強の強化型ダブルゼータガンダム、これ持ってるから僕は。さらにガンダムオンライン5年もやってるんで、さすがにね、
すぐに上がっちゃうと思います。でこの洗浄は召喚洗浄で一度やったんですが、エテポンゲ装備チェック完了、出力異常なし、行きます。エテポンゲリハプティズム行きます。小左官洗浄でやったんですが、X までたどり着けませんでしたね。もう X と1の間でもうがっつり待たれてしまいまして、拠点突どころではありませんでした。あとね、ちょっと最近ね、ワーキャー言いすぎなんでね、冷静にプレイしていこうと思います。ちゃんと仕留めて、おい、ブースト回復していける。まだいける。割れる。ちょっと。すぐに防衛。よし。すぐに防衛。本当ね、本当最近もうとかしか言ってなかったんで。ただうるさいだけ。ただうるさいだけです、それは。こいつ本当ね、これ持ち替えが一切ないんで、持ち替えが一切ない、1万もう2万バズですね、2万バズ。今投げなたが連邦側にも投げなた実装されたんでしょうか。あ、なるほどね、カウンターで一気に Z に行くわけか。一斉攻撃参加しま、あーこういう時短式、あ、短式じゃない、短式。仕留めろ。仕留めた上で突いこう。よし。あー、こはさっき仕留め損なったやつが。すぐに切り返し。狙え。よし。出てこなければ打つ。よし、カウンターや。すぐカウン、あ、ミスった、お前した、ミスった。落ち着いて、お前を解除して、あいつ逃がしたくない。ほら当たんね。うわー、ちょっと今のはもったいない。次防衛、やられたら防衛。はい、強い。そこにいる。大丈夫、殴られてないよな、もう大丈夫だな。ここから始めるぞ。よし、4番、踏めグレネード、当たった、そこだ。よし、行くよ。当たんないんだけど。フリー、あ、これ私にも手伝わせてください。ちょこれあれだ、色爆だろこれ、絶対これ色爆だわ。これちょっと様子見た方がいいかもしらん。援護待とう。ガラキだ。
する地点を選んでください。勝つくわ、あんなあんなされたら。拠点を占領した。まだ来るか。こやつらに恐怖心というものはないのか。そこは隠れてるよ。一匹ずつ丁寧にな。そこ。ああ、もうちょっと、あと見る見る見る、あいつ。むやみに撃つな。ミサイルミサイルミサイル、むやみに撃つな。一発、一点、一点。あーやばい、これはやばい。足を止め、足を止めるな。よし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 、もうこれは乗り捨てでいいな。乗り捨てでいいな。乗り捨てでいいな。乗り捨てで、乗り捨てで。あ、次次、ああああ。あ、ダメだ、多い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 わ。的を出せ。ちょ、また負ける。ちょっとこれ高速、あーけど高速切り替えはさすがにな。それは違うよな。内蔵武器、けどあのやっぱ短式マシンガンを早く。あーいけ、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。ダブルゼータ行くか、ダブルゼータ行くか。いやけど突できるタイミングで、いや行くでしょ、行くでしょ。それはおい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 、えい、痛い。あ、もうちょっとちょっとちょっと、やめて、もうほんとやめて、そういうことすんの。ああ、まだあれだ、あ、危ねえ。下がります。味方やと思った。ああ下がります、下がります。ああ、くそ、挑んできた勇気は褒めてやる。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。こんな、ここで、ここで遊ん、これ、こんなとこで遊んでていいんか、これ。いや、やばい、はぐれた。やばい、はぐれた。群れに。
のまま突き果てるの。戦い切ります。祖国のために。あーつー、数が多すぎる。やめよ、3番行くのやめよ。ちょ、これもう X 割らんと、 X 割らなきゃ。踏まれてんのまたこれ。そこー、これがちょっとバズ榴弾の使い方。まあ、榴弾はね、あの弾が多いんで、あの適当に打っといても全然問題ないです。これが基本ですね。弾幕に使う。こういうこと、こういうこと。これ基本的に短式を構えてた方がいいかもしれんな。まずは来るよ、来るよ。許すな、こいつだけは。こいつだけ、うらー、見てけ、見てけ。やばい、掴んだ、コツ掴んだ、コツ掴んだ。ちょっとやめてくれ、すごい。こ、あー、コツ掴んだ。完全にものにした。邪魔しないで。あー、ちょっとリロリロリロ。あ、なんかラッキー。短式を構えとくってのが大事なんだな。で、持ち替えに時間かかんないから、持ち替えに時間がかからないから、削って、で打てるタイミングで、あ、やばい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 、打てるタイミングで、肩のバズーカに切り替えるっていうのが、この、第4小隊の 赤ジムの使い方です。 4Z。 これ核もったいないね。これ誰も持ってかないの。遅すぎましたね。回収しないと始まらない。もうダブルゼータ、強化型ダブルゼータしかちょっと持ってきてないからな。強襲機体修理すればまた頑張れますよ。あー、ちょっとまた放送が入ります。あ、仕留めて仕留めて仕留めてよ。うらー、逃がすかよ。来る来る。ありがとう。許さんぜ。逃げまーす。ハウジはうちなら負けないぜ。あは、
角来てる、角来てる、どっちこっちこっちこっち、上だ。こちらの限界値はまだまだ先ですよ。修理はまめにすんとな。こちらは3手先まで読んでいるのだよ。お前たちに、あ、角か。ここからスタートだぜ。拠点はいただいたよ。はい、これ以上好きにさせない。でリロード中にバルカンに持ち帰っておく、これ大事。一人今逃げたな。あ、めっちゃ湧いてるな。けど残らず消えてもらう。タイマンしようや。いただきます。話が違うじゃないか。自分の未熟さを呪うがいい。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。短縮。いや本当この機体はあの低コストで、あの周りがいいからめっちゃ本当優秀、本当に優秀だねこの機体。これはおすすめできるわ。でもちろんね、あの短縮マシンガンはエッチです。短縮マシンガンはエッチでお願いします。ヒールしてほしいな。拠点を奪取した。ありがとうね。え、こいつ。増援願います。厳しいな。守るべきものがあるの。なるほどね、そういう風に核を使うのか。こいつがみんなおすすめする理由がわかるわ。杖、マジ杖。あ、怖っ。なあ、来た。逃がさない。僕は短縮に持ち替えて。じゃ迫撃砲マジでやめて。対空置いてくんないちょ。逃がさない、キベリー。そこにいる。迫撃砲やめて。あ、こっちにもいる、こっちにもいる。やばい。おつけ。おスナイプ。よーし、行くぞ。よーし。穴場の、あ、ちょっとくっそ、穴場のは行こうと思ったけど、あいつ倒す。うまない。へっ！私には時間取らせんだよ！成功しました。いける。いった。あ、やったんじゃないこれ。見た。
よ。コアブレイカー、諦めない心。今回のサブタイトルですね、今回のサブタイトルに、挙げていた諦めない心、それをしっかりと実行できたんではないでしょうか。はい、もうこれ、もう次やったらまた左官戦場に戻れそうなんで、もう左官だわな、もうさ、さ、召喚、うん、さ、召、左官だな、うん、もう遺憾にいちゃいけないんだよ、僕は遺憾にいちゃいけないんだよな、本当は。まあ遺憾の王だから、遺憾キング。はい、では今回は、ジムキャノン第4招待仕様、でした。赤いモビルスーツ、連邦の赤いモビルスーツはシャーカーでした。ご視聴ありがとうございました。